はい、ピースケです。パープラプルやっていきたいと思います。というわけでエビルですね、初見プレイやっていきたいと思います。で、一応デッキがこんな感じで、はい、まあ常設じゃないシナリオキャラをぶち込んで、で、あとミクリアが強いっていうんでミクリアで、まあ、ハクも実際強いのかどうか分かんないのでぶっ込むというスタイルです。はい、ちょっと全然もう読めないので、まあこれでどうなるか分かんないんですけど、うん、やっていきたいと思います。初見プレイです。はい、行きましょう。あー怖い、ノルマ達成したでしょ。補足は果たしてもらうわよ。雰囲気が変わったな。調査先でいいことでもあったのか。あなたには関係ないでしょ。クククッ、今のお前ならさぞかし上質な魂が得られるんだろう。な、何を、いや、やめて。いやー、クククッ、いや、怖っ。エビル高校野球部、全く無名、実績もなかったけど、これから強くなるという指導者の言葉を信じてここに決めた。その言葉通り、キャプテンに就任した闇野が導入した画期的な練習機材の効果もあって、ここ1年で見違えるように力をつけてきた。機材の詳しい仕組みは分かんないけど、甲子園優勝。そして夢のプロ野球選手が近づいてきてるのは分かる。のんきだな、こいつ。エビル高校野球部の名を全国に知らしめるぞ。怖い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 。はい。というわけで、ちょっと最初はしないでやろっか。はい。やっていきたいと思います。うわぁ、この展開誰か想像したでしょう。まさに、世紀の大番狂わせ。初戦を制したのはなんと。ああ、なるほど。まあまあ、地区大会の3回戦まで行けただけでも収穫ディアンス。あんま読まないでいきますね。要約して読みます。闇野がキャプテンになってから強くなったと。読んだかい、イケメン。俺の力じゃない、みんなの力。すげえいい人ぶってる。まだまだ先は長いけどね。甲子園の道は遠いな。出た、パリピ。アゲアゲで行こうじゃん。沢木の言う通りだ。諦めず、明るく諦めず行こう。闇野にそう言ってもらえるとなんだかその気になるよ。さすがマインドブレイカー。俺にとって変わる存在になるかもしれないからね。チームの軸でやんすよ。突きつつっぽん。それは言い過ぎ。大田くんと桐崎さんは、あの二人にはミクリアと一緒に。ああ、もうやってるんだ、それ。みんな次に向かって動き出してるじゃん。じゃん。じゃんじゃん、うるさいな、祭り。はい、グラウンドの準備してくるよ。オイラもご一緒するやんす。闇野行かないの？やることが残っているからね、パリピー。遅れると伝えておいてくれ。了解じゃん。あー、ミクリア洗脳されてる。で、見た目がちょっと違うっていうね。大田切り裂き、それに、真央ちゃん。慣れ慣れしいな。ミクリアにだけ。別にいつも通りだ。そう？と、真央ちゃんもお疲れ様。はい、仕事ですから。うん。偵察先の焼けばどうだった？まあまあ、ま、あがね、あがね。いや、そんな曖昧なのじゃなくて注意すべき点とか、報告は後でまとめる以上だ。あ、行っちゃった。マオちゃん、あ、マオちゃん見ない。俺嫌われてる？そういう始まりね。はーい。で、まあまだ普通の練習かな。どうしよう。マホちゃんを、あ、まあこっちか。普通に。これはスキップしようか。はーい。で、まあソウルジェイルが始まるってことかな。お前が知る必要ない。ソウルジェイルについて何か知りません。あ、まだ意識あるんだ、ちゃんと。ただ顔色が悪い。気分が悪いので失礼します。まさか君、彼女に変なことしたんじゃないだろ。怖っ。君がそんなことできる人じゃないのは知っているよ。どうやらミクリア過去にいろいろとあったらしい。あまり詮索しない方がいい。過去に？あ、それ闇のな知ってるような、ソウルジェルってどういう原理なの？うん、それが俺にも詳しい。すっとぼけてんな。スポーツ研究所が極秘で開発してうちに人形を頼んだだけでね。原理がわからないままじゃな。
君はスマートフォンを使うことに抵抗あるのかい？え、別にないけど。それと同じさ、仕組みはわからないけど使う。遠赤外線とかマイナスイオンとかそんなもんだと思えばいいっす。矢部君レベルか。それより他校の偵察の方も忘れずに頼むな。あ、部活終わりに手持ちのスマホで撮ってくればいいんだろう。スマートフォンじゃダメだ。前部から支給されたカメラを使うんだ。怖っ。ターゲットの選手を取ったら長居せずにさっさと退散する。分かったかい？はい。すげえ騙されてる。これも俺たちが甲子園を目指すのに必要なことだからね。怖い。聞きます。闇野くんは知らないって言ってるね。じゃあ私がこそっと説明しちゃおう。魂を閉じ込める魔法具。魂を奪われると感情に乏しくなったり記憶が曖昧になったり。もう今のミクリアじゃん。ソウルジェイルがいくつもあるみたい。それは集めるってことか。ターゲットって表示されてる場所で練習すると、ああついでに練習しながら偵察できるのか。隠した状態でソウルジェイルは、ああなるほど。やっぱちょっと天空に似てるよね。天空の闇バージョンみたいな感じ。ベキャラの人数だけ。はい。ソウルジェイルがある場所で練習すると捕獲した魂から経験値を吸収できちゃう。魂の総量は左上のバーで表されてる。ソウルジェイルの魂数が多ければ多いほど総量は多くなる。あと人数、練習の人数とはソウルジェイルの量って変わるのね。セメタリーに移される。はい。ターンが経過するごとに減っていくから、ああじゃあ早めに取んないといけないんだ。4種類、色やアイコン。ソウルジェイルの種類は偵察するべきキャラ、つまり一緒に練習するべきキャラの役割によって決まるよ。選手以外のべきキャラで偵察すると、なるほど、ハートマークついて、ああ回復すんだ。タックフィニッシュ、まあ吸い尽くすとというね、特殊能力。ターンが経過すると練習をしなくてもソウルジェイルの魂の量は、なるほど。二股失敗かなこれ。もったいないからできるだけ練習で、それでから、まあでも最初だからね。タックフィニッシュすると、金得。条件がある。回数と練習場所が関係してる。あー、それまず謎を解かないといけないのか。わかりました。ソウルセメタリは吸い尽くした保管する場所。代表キャラクター様々な効果を発揮する。はいはい。怖っ。ソウルボーナスを使えるのは一旦に1回。はい、わかりました。いやー難しい。最初はね、わかりました。よろしくお願いします。体が重い。そっちかい。夜更かししました。あ、スカウト。それは関係ない。はい。で、攻めたり。あ、今ないんだよ。偵察は、ここ？あ、違うんだ。あ、もうなる、あるんだね。じゃあここ、こういうところを踏んでいかんといかんってことね。います。はい、冷静ありがとう。なるほど。閉じ込めた。こうやって一個ずつやってった方がいいのか。難しいね。これ減っちゃうんだよね。でも一個ずつやるのがいいのか。むずいな。とりあえず彼女評価あげる。
吐く。はい。ああ減ってる。ってことはやっぱそういうことか。むずいなこれ。何が正解なのかまだわからない。あ、やっぱコンボあるんだね。わからない。だいぶ初見なのでゆっくりですが。すみませんね。いますよ。前後がね出てないんですよね。まだコンボ、はあ、ははあ、リベンジ盗塁か。様子を伺うか。様子を伺おう。あ、バレた。あ、でもまあまあ経験ってもらえる。はい。あ、イベキャラがいるとちょっと増えるのか。あ、すったすったすった。なるほど、すったね。これ分からん。高いを知る、あ、違う、技術を磨くだっけか。これは技術を磨くだった気がする。はい、あれイベント増えてる。高校特有のやつ。イクリア先輩、ちょっと待って、見たことないイベントなのにクリア。わからんねえな。書いてないもんね。書いてないのでわからない。どこにも書いてないね多分。まだ多分書いてないので噛んでいきます。膝枕を頼む。ここめっちゃ精神入った。捕獲まだ大丈夫かな。吸った。ちょっと待ってください。なるほど、まああれだな、そんな、まだ偵察の経過って感じです。レイリー。みんなと仲良くしよう。あ、積極走塁、選球眼。じゃあ、選球眼もらいます。はい。なるほど。むずいこれ。とりあえず評価上げよう。評価上げないと。負けた。で、お祭り？仲良くなれる方法。エイリーがそう言うなら、言うことなら聞くでやんす。なるほど。あれは金魚すくいてんのか。
金魚すくいが興味あるレイリー。それなりに。何か起きんのかな、これ。俺も。まだ秘密は暴かれないって感じかな。難しい。はい。何かけるか。これは？もうなんかしっちゃかめっちゃかですね。これはな、これ後イベになってるか、もしかして。探しに行く、探しに行くといいやつになる。はい、ありがとう。めっちゃ経験で早い。あ、違う、びっくりした。72かと思った。はい、どうしたらいいんだろう、これ。休んだ方がいいかも。あー、なるほどなるほど、溜まってってんだ俺。普通にむずすぎるこれ。あ、セイラさんがいる。これこっちかな。2人閉じ込められた方が。あー、でもやっぱそうか。そう考えるとあれですね、やっぱダブル得意練習で得意練習をばらつかせといた方がいいってことだ。じゃないとそのタックフィニッシュができないですね。ここで手当て。なるほど、そういうことか。どうしよう、ここ吸った方が。回復もする。はい、これは1である。よし、成功。特進術。これは吸った方がいいの。あ、やっぱイベキャラがいっぱいいた方が閉じ込めれる。はい、ちょえちょえ。むずいな、ほら。後イベ多くね。後イベ多い問題だなこれ。あ、でもセクイチで1400来てるもん。難しいなこれ。6ターンイベント発生率アップ。なるほど。こっちの方がいいかな。回復付き。ハイボール、ラブパー。回復が来てない。
あ、普通に休むか。ちょっとこれ使っとこう。これが普通のイベント。視察はどこにある？ああ、やっぱ練習でやるんだ。リストをもらうイベントですね。でどんどん侵食していってってことか。納金だ。春営も増えてる。はい、やっぱ早めにタック踏めるやつがいいんだね。やめてー、危ね。磨こう。怖っ。杖。あ、これタックフィニッシュになる、もしかして。あ、なんかなった。おお、そういうことか。真帆ちゃんを撮る。これ写真撮られるのやばいんじゃない？うわ、フィニッシュ。パワーコーも増えて、あ、めっちゃここ増えてる。そして告白が来ない。まあここはシンプルに。やべえ、やる気が。ここタックでいけないかな。星がついてる打撃であれなってるやつは、難しいな。うわ、闇の。かぶり出した、ついに。エビルっぽいやつ。あ、取ってる。取ったりつけたりできるんだ。すぎるこれ。とりあえず吸ってこう。あー、間に合ったギリ。一切選択肢が出てきてません。わかんねえ。これどれどれ。普通だねでいいの。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って、これイベントがわからなすぎて。やばくないこれ。成功してるんだけどさ、今完全にミスったよね。
マジか。ちょっと待って。わからないことが多すぎる。ちょっとまあ打撃を中心に取ってった方がいいよ。告白が違う。ありがとう。これは行くしかないよね。ちょっと能力上げます。三振やめて。とりあえず上限はしっかりとって痛いので精神欲しい。これでどうなの。はい、これは走塁っぽいな。まだ金属関係はよくわからない。はい、今何した。あー、気づき出してるってやつね。アンドロメダのやつが調子悪くなって気づき出してると。はい、でここもソウルなんちゃら。タックフィニッシュ、タックフィニッシュ完了。うわ、めっちゃコツ入る。でもミクリアってもしかしてエビル高校限定で全イベント変わるとかそういうこと。なんか豆まき始まったし。はい、5ターンの間自然回復アップ、精神、筋力300。すげえな、なんか、まあ、ダブルタックは踏んでいきたい。はい、ああ突撃モネちゃん。姿勢、肘どれ選んだらいいのか分かんないけど。あー、それは変わらない。むずいなー、練習。これでいいか。吸っていく。で、いやー、祭りマジで後悔してる今。これどれ選んだらいいの。筋力選んでいいんだね。身長が筋力、まあ、全然やっぱねデータが揃ってないんですよ。これは何かを食べるイベント。闇鍋食べる。ああ、意外といい、美味しいやつ。はい、この辺ですね。ちょっと精神が足りてない感じか。踏み章サンキュー。
イベント少ないんだね。なんだ？何が起きた今？あ、なくなった。あ、そういうことか。減ってっちゃうもんね、あれ。むずくないこれ。あ、で、この金マークついてんのって、もしかして後々なんかもらえるのかな。お前だ。精神サンキュー。どうしよう。こっちな気がしてた。アウトコース。あ、セーラだけなんか特別だ。闇のなんかなってる。そんな予定はないんだ。闇のだよね。怖い怖い怖い。この二人は軽い。様子が変じゃん。あ、でだんだん闇のがおかしくなってくるんだね。うわー、怖い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 よー。ちょっともう一回乗り換えようか。難しいな。なくなっちゃうんだよね。あ、デートが全然違う。あげあげなやつ。ありがとう。捨てる。普通にむずい。ここはバリッと成功している。闇のがまた何か起こしている。これはいけるか。こう行くべきだね。タグフィニッシュ。Thank you。あー、なるほど。スイープもらった。この。これ3つでいけるってこと？なくなっちゃうよね。あー、やっぱ得意練習いっぱい欲しいね、これは。このタックフィニッシュいける。で、セーラがいったから、なんか起きそう。
今のところ何も起きない。ダンジョンまだ、あ、ダンジョンイベント経験ってあった、ありがとう。印象ありすぎ、精神欲しいっすね。むずいわ。彼女は経験点バランスがよくわからない。これ取っていいか。はい、行きましょう。むずっ。どうですか。やっぱ全練習。うわやばい、写真撮った。怖っ。写真撮ったわ。得意練習まんべんなくしないといけないっぽいな、やっぱり。ばっかになっちゃうもんね、これ。デートします。で、ミクリアはデートの内容が変わる。で、何か闇がある。あ、黒金早めがいいね。この辺どんどん使っていかないとダメなのか。はい、阿部日。あ、で、場所変わるんだね、ちょこちょこ。断られた。あ、これ何か起きてる。マントル弱体化。しているともしていないとも言っていない。敵も味方も一緒に友達、友達。いやー、悪いことしてるのか。ケイチによればな。レイリー、俺友達助けたい。あー、で、これ最後何か変わっていくんだな。なるほどなるほど。あー、で、ここは一緒だな。
でもちょっと違う。あ、4番？え？はい。悪いこと良くない。あー、なるほど。例の計画。友達助ける。警察について言えない。力。なるほど。まだ真相は闇の中ってことだな。闇のだけにな。え、金徳も変わったりしないよね。するのかな。あ、金徳は変わらない。パワーヒー、え、なんかほんと上位互換みたいになってる。イベント変わるって珍しいですよ。はーい、勝った。試合出れないパティーンが出てきた。で、やっぱこう全練習タックフィニッシュを終える必要があるな。ああ、これで闇のが消えるんだ。なるほど。なんか内容によってはいけることもあるってことなのかな。難しい。全然上限突破もできなかったし。あ、火がつくよ。はい、で試合に入ると。なるほどね。はい、行きましょう。まあ、ちょっと初見なのでちょっといろいろすみませんって感じですが。Okay. Okay. 真相わかるのかな、最後。ちゃんと勝てば。勝つ、もしくは、あれを、あれですね、ソウル、タックフィニッシュ全部やって、ダイヤモンドを全部埋めればいいんですよね。技術欲しいな。
ほい。アンドロメダ。トゥルトゥルトゥ。補給も全然上げれてない。エビル攻撃に入ります。先頭バッターは池内。投げた。謎が深いわ。打った。強い当たり。入れば届く。届いた。エビル。あで大西は死んでるんだな。ワンアウトランナーなしという場面で池内。ジャストミート。アウト。池内いい当たりです。エビル追加点のチャンスです。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で池内。初球を打ちました。取った。アンドロメダが決勝で出る日が来ることになると。宮城交番。8回の裏エビル攻撃に入ります。この回の先頭バッターは池内。今日2打点を挙げています。打った。これは強烈。打球はセンター。とりあえずエビル。あれ死んだ。これ何連したらいいの。筋力もいらないでしょ。お、円卓だ。お、円卓だ。闇の偵察行為度が過ぎている。はあ、消えるんだ。私たちはグロすぎだ。ストーリーは面白いですね。やっぱめっちゃ当たるのは波動なんだ。無理。印象がだいぶ来る。お待たせ。球児たちの何か育成動向じゃなくなっちゃったんだけど。先制のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で池内打ちました。痛烈。タイムセンター見送り。エビル追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁三塁という場面で池内。第2球投げた。ダメだ。打った。これは犠牲フライ。抑えた。タッチアップからホームへ向かう。さあこれでツーアウトランナー。エビルリードで迎える5回です。ツーアウトランナー一塁という場面で池内。これは引っ掛けた。フラフラッと上がった。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。5回。エビルリードで迎える8回です。今日全打点を叩き出している。入らない。初球引っ張った。スタンドに入りました。ファール。第2球投げた。打ちました。痛烈。いった。入った入った。エビル。あ気づいた。カメラを撮っていることに気づく。一騎打ち。しかも暁だ。あでもやっぱ七井くんとか死んでる。0対0で迎える2回です。バッター。そうですね、吸収した人たちはやられている。あそこみんな絶不調だ。第9
投げた。最後円卓ってこと。第2球投げました。これはいい当たりだ。いった。はい。一ノ瀬じゃないもんね、先発がね。さあ追加点のチャンスを迎えました。ツーアウトランナー二塁という場面で打った。これは強烈。いった。入った、入った。ホームラン。エビの追加点のチャンスです。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で池内、今日3打点を挙げています。さあ次の投球打ちました。痛烈。いった。入った、入った。8回の裏エビの攻撃に入ります。トップバッターは池内、今日6打点を挙げています。打ちました。これはいい当たり。さらに伸びてライト。エビル。闇のあのカメラを使うはずだ。なるほど。で、何かが起きている。なあ闇の、なんで任せたチームのデータを取るんだ。もういい、他のものに合わせる。このカメラはこれに何か意味だ。ああ。そんなに動揺するなんて。ようやく気づいたか。特別性だ。魂を吸い取られる。カメラ内のソウルジェイルに移される。まさか。俺たちの力となる。魂の牢獄。そんな技術あるわけが。あのミクリアがいい例だろう。もしかして真帆ちゃんもソウルジェイルで。そうだ、やつはもともと特別な力を持っていて、夢や希望、情熱を持たず上質な魂は期待できなかった。だから手駒として働くさ。そうしたらそのうちどこか出会いでもあったのか、魂の質が格段に上がっているじゃないか。だから奪ってやった。今やつの支えになっている出会いの記憶ごと。うわー怖い。今すぐに魂を解放するんだ。おかしなこと言うな。その魂の恩恵を受けていたのはどこの誰だ。それはソウルジェイルはそういう技術だって聞いてたから。今さらお前だけ潔白だなんて言い訳は通用しない。お前の夢甲子園優勝まであと一歩だ。俺と一緒に来い。俺の夢。お前の夢だ。頂点に立つんだろう。それは他人と共になせることか。それはバサ。さあまずは俺を蹴落としてこのエビルキャップを奪ってみせろ。チリアル。でもそこまでして俺は力を得たいのか。俺はああなるほど、被らない方がいいんだ。カメラを返してもらう。想像はつくだろう。そのカメラで俺を、君なら託せると思ったんだけどね。よせ闇の。はあ。ああでファールが。助けてくれるのか。お前が言った言葉がどうしても忘れられなくてな。ソウルセメタリー壊してきた。え？あ、破壊してきた。わからん。前例がないのに生きない。私がもっと早く全てを話していれば。あ、なるほどね。知らないアジトがある。怪我で。そういうことか。決勝が終わるまで誰も言わないでほしいんだ。あ、分かっているつもりだ。大変じゃん。マヘオちゃんの上手は変じゃん。あ、頭が痛いんです。大変だ、すぐ宿舎に。何か今大切なことを思い出しそうで。なるほど、そのうち話すよ。とにかく今マオちゃんを休ませてあげて。了解じゃん。これで少しは報われた。ああなるほど。いやどうなるんだろう。このあと最終回です。で円卓。なんとか1個上限いけた。ちょっとまあ強い選手を作るのはやっぱまた今度ですね。はい。入魂でエビの先制のチャンス。ワンアウトランナー三塁という場面で池内打った。これはいい当たりだ。うわめっちゃ打たれる。エビの追い込んで迎える3回です。ワンアウトランナーなしという場面で池内
第2球投げました。これはいい当たりだ。左中間大きいぞ。入った入った。ホームラン。エビの好展開で迎える5回です。今日2打席連続でホームランを放ち、初球をちょっとチャンス、チャンスをエビル。この回はクリーンアップからの攻撃になります。先頭バッターは池内。ここまで全打点を叩き出しています。投げました。エクスカリバー見送ってボール。第3球を投げました。危ない球。第4球を投げました。ちょっとなんとか回して、うわー、強い当たり、伸びた。レフト線ダメか。怪我で一つ。あ、そうなんだ。暴露すんだ。信じてくれなかった。すべては闇の中。これ勝たないとダメなのかな。あ、ミクリアが元に戻ってる。あ、かくらん忘れてた。うわー、あ、でもなん、そんないった。でも1万点近くはいっている。経験点のバランスがすごい悪いんですけど、まあ、一応そんぐらいはいったと。なるほどね。はい、ちょっとまあすいませんこんな感じになってしまったんですが、うん、あ、まあでも経験点でそうですね、こんなグダグダでも1万点ぐらいいったので、あとはどう、このやっぱダブルタック、ダブルタックじゃない、ダブル得意練習を積んでどう攻略していくかっていう感じかと思われます。というわけで、あと個人優勝したらね、結末がどうなるのかとかも気になるので、はい、ちょっとその辺も頑張ってやっていきたいと思います。というわけで、ご視聴ありがとうございました。ちょっとグダグダで申し訳なかったんですけど、次も頑張るので、ぜひチャンネル登録と高評価お願いいたします。皆さん、Pさん以上、バイバイ。